みたいと思います、はい。まずはこのダブルス、まあ、上田森薗ペアというね、これは多分この4チームの中でも、まあ、1、2を争うような強いダブルスと言ってもいいんですが、それを結果的には逆転で、そうですね、破りました。ご覧のように本当にこの試合の組み立てが、はい、あの勝利に結びついたと思いますよ。あ、そうですか、はい、ウォン・チュンティン、吉村真晴という初めてのペアでしたけれどもね、はい、ペアリングですが勝ちました。そしてこれ吉村真晴とチョン・ヨンスクの試合、これももう本当に大変な試合でフルゲームになって、そうですね、まあ、前線したんですけども、はい、最後は、うん、まあ、チョン・ヨンスクの、まあ、はい、老快なプレーにっていうところですね。ですね、はい。さあ、そしてこれがサードマッチ第3試合ということでありますが、これはまあ、イ・サンスーが非常にまあ巧みだったんですかね、はい、1、2ゲームとも終盤までは競ってるんですけども、そうなんですよね、はい、結果的にはまあイ・サンスーがこういう形で2ゲーム取り、そして第3ゲームはちょっと、まあ、ワンサイドというのはちょっとかわいそうかもしれませんが、そんな感じになってしまいましたね、まあ、見えないプレッシャーがですね、まあ、平野の方にこう、まあ、のしかかったかなという、うん、はい、3対0で、イ・サンスーが勝ちました。これで、まあ 2対1になったわけで、はい、ここでまあしかし、このウォン・チュンティンが勝てば埼玉の勝ちが決まるところだったんですが、はい、いや上田がやっぱり相当頑張りました。第1、まあ、ゲーム、ね、はい、練習されてたんですけども、はい、まあ、そこから粘り強くですね、本当ですね、はい、でもう最後に、胸を打ったのがもうあのチキータの連発、 ね、それも威力のあるチキータの連発でね、これは本当に、私の胸を震わせましたけれども、今もこれチキータがちょっと入ってますが、はい、これで今2対2となって、そして6オールから、これが本当にすごかったですもんね。これです、本当魂のチキータという感じですよね、はい、ストレートにそしてクロスにと素晴らしいチキータを決めて上田が勝ち、2対2となってビクトリーマッチのその延長戦へ入ったわけです。ね、これは、まあ、この相性的に、まあ、はい、はい、から国内でももちろん戦ってるんでしょうけれども ね、 そうですね、その試合の結果はちょっと何とも言い難いところですが、少なくとも国際試合では 6-0 ということでチョン・ヨンシクと、まあ、それがこの結果に表れたと言ってもまあいいかもしれません。そうですね、まあ、ただ岡山側としては